独り言だよ。氷渡りについて説明をしよう。氷の石の上で滑らずに移動したいときはぶら下がって動こう。ぶら下がって移動する限り滑って落下。そんな礼は言わない。独り言だからな。他人の未来を奪った。いや、むしもういい。もうよう、噂をすればなんとやらだな。噂？すげえ登り方してるやつがいるってな。技をひらめいたら俺らにも教えてくれよ。ああ、無事だったんだお前。だってあいつ地獄に落とあいつ俺がこの間寝た女、本部長は俺の女が、ま、今夜はなんだかおっかない地形ですね。特殊な技もありそうです。いろいろ教えてくれ。こんな技は知ってます。氷引きについて説明をしよう。石を掴んだまま移動すれば氷の石の上でも滑らないのだ。ただし捕まったまま移動できるのは引いている場合だけなので注意しよう。今のところ教えられるのはこのぐらいですが。やけに強力。あなたは弱者は強。そろそろ行かなく。あいつが俺に復讐してるんだ。あいつがに。どういう意味だ。結婚したいんだろ。ああいう女にとっちゃ男は奴隷だ。尻に敷いて楽したいのさ。ああいう女。会社のジムの女だよ。畜生、なぜ父さんのことを知ってんだ。は？あの女が俺をここに落としてるんなら、毎晩俺の父さんが出てくるのはなんでだ。出てくる？毎晩がでかいのだよ。オイラの父さんが追いかけてくんだ。父親ならそんなに怖くないんじゃないか。いいか、俺はこんなとこさっさと越えてやるぜ。いいか。よ、お前ここまで頑張って。まだ終わってない。前から思った。そうやってみんなを励ましてし。周りの景色ずいぶん変わったな。でもどんどん複雑になってきた。不安だな。あ、こりゃ。道具が欲しい。今夜の金は周りを普通の石に変える。ドリンクは一度に二段登れるぞ。いや、ああ。お前なんだってこんなまねし。言ったって理解できないと思うよ。ともかく話したいなら。今夜でもう5層目か。滑る氷にも対応できてるみたいだね。その気になれや、すぐ殺せるはずだろ。見て楽しんでるってことなのか。今はこれ以上答えるつもりはない。それに第、もしも子供ができたとしたら自分に似ていてほしいです。どっちだ。こっちかな。そっちか。なるほど。でもまあいいよ、答えはあんたの自由さ。さてここからは難所続きだ。今までのようにはいかない。それにあんたにとって真の地獄とも言える場所が。さあ話は終わり。もう行こう。
氷の上では石を掴んで移動したり、ぶら下がって移動すると地形に合わせて。うわ、また嫌がる。Commencing area 2. Are you ready? 集めて、あいや、集めて。よし。Pause. Yeah, yeah, yeah. Yes.
よし、ゲット。エッジ、フッ、エッジ、フッ、エッジ、エッジ、よっ、やるな。よし、ゲット。よし、ゲット。よっ、よし、ゲット。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 よし、よし、なかなか見ものだったよ。いっす、あんたの登り方ってそこでその技か。え、他のやつらもあんたの、ふん、よう、お前さんか。協力し合って生き残る。それじゃあ俺がさっき見つけた技、サスケについて説明をしよう。石から落下して掴まれる。どうだい。まあ、それで言うと一個。屋根落としについて説明をしよう。頭上に屋根の落下す。実用的ですね。次それ使ってみっかな。技を整理していく。どうも。あの、ほら、いつも一緒に。なんだよ。ああいう勢いがある人は気持ちが停止すると。無事だったんだな。